ってことで余談なんですけど、今任天堂ラボで一見ピアノを作ったんですけど、ピアノを作っただけで一応ゴミがね、何もカッターとかハサミとか使ってないんですけど、ゴミがねこんだけ出るっていう。でピアノはここに出てきてなんですけど、一応こんだけゴミが出るって感じですね。はい、ということでちょっとした雑談でした。ご視聴ありがとうございました。